どうも、ボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。え今日もお酒飲んでみたシリーズ、不適切までやっていこうと思いますえ。今回いただきますのは、日本コカ・コーラ株式会社から出ております、こだわりレモンサワー、レモンチミツレモンでございますえ。こちらのがアルコール3%、果汁7%となっております。えー、レモン銅ですね、はい。蜂蜜レモン飲んだことがあるような気がしてたんですけども、なんか飲んでなかったみたいです。はい。 えー、これはですね頂い,いてみたんですけどもあのー、これって前割り製法って言っていうのはかアルコールがそこまで強くは感じないんですよねもともとはいで蜂蜜レモンって飲み物はよくあのレモンの方が強かったりっていうような気がするんですけどこれはなんか蜂蜜の方が強い感じがしてなんかレモン感があんまりないんですよねはい、えー、だからなんかね蜂蜜サワーみたいな感じの がするんですねまあワイルド入りの分ちょっとレモンの感じが弱いのかなというような気もしますけどもうんまあ飲んでて、まあ、そこまで不快にはならないと思いますんでまあお試しにどうぞといつもご視聴いただき誠にありがとうございます内容が良かったら高評価やコメントをいただけると励みになりますチャンネルご登録いただき次回の動画をお待ちください